っとカーシーを読み進めますと、この言葉と道具に基づいて個性の違いを定義するというアイデアは、マイヤーズの個性に関する見解とはかなり異なると。マイヤーズというのはマイヤーズブリックスインディケーターなので、MBTI の始祖です、はい、もちろんカーシーもここで学んでます最初、はいはい、で素晴らしいとなってます、うん、が離れました、うん、研究の結果離れました、はい、マイヤーズのタイプの概念はユングの心理学的タイプに強く影響を受けており、彼はこの本で感覚、直感、感情、思考という純粋に仮説的な概念を提唱している。イントロバージョンとエクストロバージョン、これ内向外向なのかな、はい、個性を分ける基本的な態度として仮定し、ユング、かっこマイヤーズも同様は外向内向を4つの心理機能と組み合わせて、したがって思考型、感情型、直感型、感覚型の4つの機能を定義した、うん、そこに2つのバリアント、亜種があります、はい、私、カーシーは正直に言って、うん、この心理的機能のスキームはあまり用途がないと感じている、はい、カーシーはね、うん、機能の類型論は異なる人々の精神的な構造、つまり彼らの頭の中にあるものを定義しようとするものであり、うん、確かに、うん、僕の中の定義と対象の中の定義は違いますもんね、はいはい、同じ言葉の意味を聞いて、うん、ふんふんって言って、うん、一緒に定義しても、うん、全く多分違いますよね。捉え方が全く違ったりしますからね、はい、同じ文聞いて欠けてる僕はとか考えないですもんね、はいはいはい、頭の中にあるものを定義しようとしているものであり、これは観察が可能ではなく、したがって避けて通れないほど主観的であり、彼らそれぞれの推測の問題であり、時折投影の問題でもあります、うんうん、彼らが投影しているものを見てこれだって言ってる、うんうん、この推測作業が導入する難しさの良い例は、ユングとマイヤーズが内向性を、ちょっとこの辺はちょっともしかしたら訳が違うかもしれないんですが、はい、内向性を直感と混同する方法ですと。彼らは内向的なタイプがアイデアと概念に興味を持っていると述べ、うん、外向的なタイプが人々と物事に興味を持っていると述べています、うん、私の見解、カーシの見解では言葉の使用を密接に観察に基づいており、直感のある人々は主にアイデアと概念に興味を持っており、感覚型の人々は具体的な事柄に関心を持っている。気質理論の推測を減ら、推測っていうのはこういう考えとかっていうのを減らすために、私はタイプの定義を人々が得意なこと、うん、つまり彼らの知的役割と呼んでいるものに基づいています、うん、これらの知的役割は観察可能であり、したがって客観的に定義できますと、うん、ユングとマイヤーズの機能タイプと私の知的タイプの具体的な違いに興味がある方は、まあ、この本にも書いてありますよっていうことが書いてありますね、うん、20世紀のほとんどの間、知性も頭の中にあると考えられ、具体的には抽象的に思考する能力と定義され、最近では認知能力とされてきました。常識的には知性っていうのは私たちが行動する際に賢明であることだと。常識的にはこの知性、人々の知性っていうのは自分が行動するときに賢明であることだと、うん、つまり私たちの考えがどれほど優れているかっていうことではなく、うん、特定の役割の中でどれほど効果的に行動するかが重要だと、うん、めっちゃ面白いこの辺。私たちの行動が状況に適応しており、そのような状況で効果的に行動することができれば、その状況で知性があると言えるでしょうと。他の状況では異なる種類の行動が必要であり、したがって異なる 知的な役割が必要とされることでしょうと、はい、なんで僕が何かのこのコメントを見て、はい、答えることは、うん、僕が知性を使ってるんですよ、はい、解決するために、はい、でもその解決のために紡ぎ出した、うん、僕が折った言葉が、はい、体調にはすっとんきょうに見えるんですよね、はい、こいつは何を言っとんだと、はい、まあ、逆もあるって話ですよ。僕はあのすっとんきょうとは思いませんけど、うん、怒らせるよと思います
その言い方は争いを生むよって、はい、生まれてないんですけどね、はい、それが不思議です、うん、はい、でマイヤーズとこのカーシーの違いっていうのは、はい、異なる前提から出発していると、うん、マイヤーズは無意識に独立した要素から個性を組み立てることができると仮定した。独立した要素から個性を組み立てることができると仮定しました、うん、ユングの19世紀の要素主義を受け入れたのですと、うん、一方この人はカーシーはちょっといろんな人、20世紀以降の顕著な有機的心理学者の人々から影響を受け20世紀の有機的全体主義を受け入れたと。私は長らく個性っていうのは、うん、要素の統合ではなくすでに統合された全体内での差別化によって生まれ個別化された構成として徐々に現れると信じてきたと。私は生物は統合されることなく常に統合されているため統合された個性とは異なる形態に進化するプロセスによって差別化すると主張しています。したがって性格の特性っていうのは細胞と同様に差別化のプロセスによって生まれこれらの特性は単なる関連性でなく共通の起源と共通の運命によって結びついて共鳴しますと。小さなどんぐりである多くの木は最初から完全に統合された有機体でありその木がなるべく立派な多くの木になるようにこの本ができていますと、はい、ちょっと今難しかったですね。元は一緒って話ですよね。で目的に合わせて分裂してたんだよって話ですよね。そうそう MBT は逆の発想ってことですよね。みんなバラバラなところを統合しようとしてる統合に向かおうとしてるみたいな、はい、だけどそうじゃなくてこのカーシーはもともと統合してるんだよ一つのものっていうか統合してて目的に合わせて分裂していっただけですよっていうそれが個性だって言ってる。面白いですよね、はいはい、という違いがなんでこれは MBTI ではありません、はい、カーシーでこの分け方も MBTI ではありません、はいはい、でカーシーも MBTI も診断の設問が抽象的すぎて大人じゃないと回答できなさそうと、うん、まあ、確かになんかその仕事面だとどうかなとか、はいはいはい、っていうのってあります、うん、このあと人との出会いというか、うん、この組織の中の自分がどこにこの時の組織の場合、はいはい、自分の立ち位置って、うん、組織があればあるほど、うん、よりなんか自分っていうのが際立ってくるんですけど、はい、学生のうちだと学校と家、うん、だけだと仮定するとちょっとなんか世界がまだ社会人に比べると、はい、あまり広くないのかもしれない。まあそれはあるんじゃないですかねっていうのはなんとなく、まあ、数の量の問題、はいはい、思春期ならどうしてそう思うのかとか堪能してほしくもあると、うん、まあそうなんですよね。もう言ってますよ、はい、山田玲治さんのとこに出てる志摩良平くん、なんかのバンドも組んでらっしゃる、はい、もう、はい、今君の中にある言葉を、うん、今紡いでおけと、はい、それは大人になると消えるよって、うん、はい、はいはい、だからもうその INTP の彼に、うん、何かその言葉を形にしとけと、うん、音楽でもいい、うん、詩でもいいですよね、うん、もう、うん、書き連ねておくことで、はい、多分その感受性っていうのは大人はね汚れちまうんですよ。迎合するんですよ、うん、はいはい、申し訳ございません。紡いどけって話ですよね、うん、はい、まあ、何にせよ変わるって話ですよ。それさらっと言いますか。変わる、まあ、その迎合するとかっていうのは人それぞれかなって話ですよはい申し訳ございません、はい、これで自分を折っていくわけですからね社会人になるっていうのは折っていく。そう、この感覚もね全く違っていて、はい、皆さん、まあ、学生の方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、はい、大学生から社会人になった時に、うん、はい、愕然としませんでした。なんかこんなつまらないことがずっと起きるのか、はい、これがずっと続くのって、はい、愕然としませんでした。そんな愕然としたことはないですよっていうこの捉え方がやっぱり違っていて、はいはい、この今私の周りに家族的な、はい、中3小6、はいはい、大学4年生とか、はい、この
人生の岐路に立つ子たちがいて、うんうん、この大学3年生とか喋ってる時に、はい、やっぱりなんかこの怖いって思うこと、はい、楽しそうって思うことか、いろいろいてですね、うんうん、なんか捉え方が違うなと思って、うんうん、僕はなんかこの社会で僕話すんですよ、はい、俺社会に出た時さ、うん、これがずっと続くのかと思ったよって、うんうん、だから君が怖いって思う気持ちはわかるよって言うと、はい、隣で聞いてるパートナーが、うんうん、そんなこと思わないよって。僕も思わなかったですけどね、嫌ならやめたらいい。いやいや、やめるなんてって、はい、でパッてそのドキュメンタリーを見ると、はい、うん、なんか派遣社員で、はい、もう正社員になれなくてっていうのを見るとさ、はい、怖っって思うわけじゃないですか、はい、この今の立場を捨ててなるものかって、はい、こんな繰り返しですよ。そんなことは思ったことないですよね。これが多分この違いなんですかね。はい、はい。